さあ今日はですね、日大芸術学部の、写真学科准教授の鈴木真由美さんにですね、講義をしに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ学校でもね、いろいろな授業してると思うんですけども、はい、今日はですね、特に SNS、はい、写真を使った SNS っていうのいろいろあるわけですけども、それがちょっとどういうものか、うん、意外とね、その、知らないことも多いのでお話を聞ければなと思ってます。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、さあまず SNS っていうと X、まあ、旧 Twitter になるわけですけども、うん、これどのくらいの普及率があるんですかね。結構もう全世界でいうと5億4000万人、うん、5億人5億人使っている。これ最大最大ですね。これ、うん、この間7月の時点のニュースでイーロン・マスクの発表によるとなので、うん、ロイターかなニュースで出てたんで、うん、5億4000万でもグラフを探してみたら3億とかなんですよ。この2億の開きは何だろうっていう。なるほど。で もすごい数の人がやっていることには変わりないんですけども、うん、まあでもいろいろ欧州でね、うん、やめてしまうかもしれないとかいろいろニュースありますね。うんうんうん、これがまあ普及率ですね。普及率、うん、20代が圧倒的に多いんですよね、日本の場合。ツイッターって Facebook の利用者数、こちらもなかなか多くて、うん、アジアがダントツで多い、色グラフになってるんですけど、うん、アジアが多いのは、まあ、人口が多いっていうところもね、ありますけど、国別で見るとアメリカの登録者数が結構多いんですよね。僕は Facebook を、ね、Facebook 登録したのが、うん、ザッカーバーグのフェイスブックって映画があって、映画ありましたね。あれを見て映画 見に行ったんですよ。うんうん、でそれを帰ってからフェイスブック登録したの覚えてますね。あ、でもそういう人多いと思いますよ、うん、映画のね、影響力。11年12年ぐらいだったと思います、ね、そうですね、震災の後。私は震災の前に登録してたんですけども、はい、うん、フェイスブックって30代40代が圧倒的に多いんですよ。多いね、40代も多いんだね。つまり私の世代が多くて、うん、なんでかなと思ったら、このフェイスブック登録する前に、うん、ミクシーっていうのが日本で流行ってたんですね。はいはいはい、で大体40代の私たち世代はみんなミクシーをやっていて、そこからフェイスブックに流れてきた。一回フェイスブックの前にミクシーを通ってたのとか、うんうん、あのオレンジ色のね、懐かしいでしょ。俺もアカウントあるよ多分。今開いたらどんな情報が流れてくるんでしょうかね。まだでもミクシーはちゃんと残ってるんだよね。残ってますね、うん、はい、はい、でインスタグラムなんですよ。インスタすごい伸びだね。2010年の登場から、うん、ぐわーっと伸びてくるのが大体2015年あたりから、うん、もううなぎ登りに、このグラフで見るとすごいザーッと伸びてくるんですよね。これ2015年ってのはおそらくだけど、 iPhone が飛躍的に良くなったのこの辺で、うん、そうですそうです、スマホの登場っていうものがね、うん、出てきて、やっぱ iPhone が5、6、7のあたりになって、うんうん、急激に写真の画質が上がってきたのと関係してくると思いますね。今じゃ20億人登録者数ですからね。で日本におけるインスタグラムの普及率なんだけど、やっぱり20代多いね。20代多いですね。ところがですね、僕いろんなとこでイベントとか講演とか授業をやってて、はい、アンケート取る、はい、でそうなった時に、まあ、写真が好きな人が多いっていうのもあるんだけど、うんうんうん、まあ、インスタグラム 90%、 え、ほぼ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 、 ほぼ全員やってるってことですか。ツイッターはね6割あ、そうなんですね。 Facebook は4割ぐらい。え、意外。 Facebook じゃほとんど半分以下やってる人少なくて、うん、それは今までのアンケートのね、その肌感覚で言うとインスタ9割、うんうんうん、でこれはこんなにインスタって使われてるんだっていうのを知ってすごいびっくりした。え、そのアンケートは世代は世代関係ない、関係なしに、うん、まあ、写真が好きだっていうこともあるんだろうけども、うんうんうん、40代50代に、関してもまあ、60代でもインスタやってるっていう人すごい多いです。ただ見るだけっていう人もいるんだけど、うん、割と写真やってる人は積極的にインスタグラムを使ってるんだなっていう印象は強いね、うんうん、つまり写真のとの相性がいい、まあ、めちゃめちゃいいものだから、ね、写真が好きな人はもうほぼほぼインスタをやっているということになりますね。ツイッターでもフェイスブックでも写真を載っけられるけども、うんうん、やっぱりインスタって特別なんだなと思いましたね、うんうんうん、はい、やっぱり普及率同じように上がってます ね、 はい、うん、これはこれですね、うん、インスタを活用している企業の数っていうのが、うん、
2015年16年にすごいもう2倍3倍近く伸びていく。でこれがショッピング機能とかアンケート広告機能っていうのがつき始めたんですね。なのでインスタがだちょっと商業向きになってきちゃった感じ。若い子にどうやってインスタ使ってんのって聞いたら、インスタでしか生活してないって言ってた出た今っぽいですね。インスタ経済圏みたいなもので全部フォルダを作って、そこにコスメであるとかファッションであるとか、はい、旅行であるとか、そういうのも全部そうなんですよ、ね、フォルダ分けに入れて保存っていうボタンを押すと全部もうアーカイブとして保存していくし、それをフォルダで例えばコスメ、ファッション、レストランとか分けてね、旅行とか分けてもう全部ストックしとくんですよね。その機能を全然使ってなかったので、ただ漫然と写真を上げてたんだけども彼にとってはその中で情報を取るっていうことで使ってるから、個人の何か生活を見たいために使ってるではない、当初は2010年の登場した時は友達と日常を共有するという、まあ店一個ですよね。でインスタ映えなんて言葉も流行りましたけど、日記みたいな活用方法だったんですけど、2016年あたりからもう商業的な広告みたいな割合が多くなってきたんで、そういう使い方にどんどんシフトしていったっていう感じになりますね。それに伴ってまあ普及率も上がっていくわけでしょうね。これね面白いんですよ、あの日本国内と世界のアクティブユーザー数を、まあ、この写真を使えるメディアで、X、Instagram、Facebook の比較、まあ、TikTok は映像に特化しているので、まあ、ちょっと今流行ってるのもあって入っているですけども、この数字見るだけでいろいろ喋れるなっていう。いやこれ TikTok すごくない、これTikTok 10億ですから。10億なんだね。でも日本ではあのインスタグラムに比べたら、そうですね、インスタの方が2倍近く人数が登録者数多いっていう。やっぱここでもインスタは多いってのは分かる。でもまあ、今日本だと X が多いのか。日本ではね、日本人がね、ツイッター好きだということがね、この数字を見ると分かるんですけど、そうだね、多分こうちょっと言葉をつぶやくとか、ニュースとして、まあインフラの一部じゃないですか、ツイッターって。ニュースを見たりとかニュースに関してつぶやいたりっていう、そういう側面が多いので、日本人は割とツイッターが好き。なるほど。インスタで言うと10億人、 TikTok も10億人いますから、このユーザー数でいうとインスタってすごい動いてますよね、数字がね。やっぱインスタが流行ってるっていうのはなんとなくわかるよね、これもね。で Facebook が30億人いってますからね、世界では、はいはい、で日本ではあまり Facebook は浸透してないかなという印象です ね。ここでちょっと、世界との差があるんだなっていうのはわかりますね、でこれでこれがインスタの、一番フォロワー数が多い、はい、世界一フォロワー数が多い、はい、もう6億突破してますね。この間チェックしてみたらロナウドですよ。ロナウドなんだ。みんなロナウドが見たい。サッカーなんだね2位誰だと思いますか？1位はインスタグラムのアカウントのフォロワー数なんですよ、はいはいはい、実は。でまあそこはまあまあ無視して、じゃあ人物でいうと誰かっていうと、クリスティアーノ・ロナウドが2位、3位もねサッカー選手なんでしょう。サッカー選手なんだ。これメッシが来ますね。あ、メッシだ、はい、メッシだ。メッシとロナウドの日常が皆さん見たいんですよ。ああ、そういうことなんだ、はい、で4位はカイリー・ジェンナー、5位はセレナ・ゴメスというふうに、あの、まあ、セレブリティな、ね、人たちが続きますけども、はい、こういう写真ですね。そうですね。ロナウドもは割と試合の普通じゃんこれシーンも、まあね、あと広告とのタイアップっていうのも多いですかね、はいはい、カイリー・ジェンナーはやっぱりコスメとかやってる感じなんで、まあもう自撮りですよね。まあこれファッションリーダーなんだよね。そう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 。だからファッション雑誌じゃなくて、こういったとこから見るんだろうね。でこれはこれ日本のインスタグラムの人気、トップ。これさ、はい。1位に知らない。1位に知らない。知らない。はい。トゥワイス。誰ですかこれ？トゥワイス。トゥワイス。あの韓国の。韓国のアイドルグループ。でメンバーに日本人が3人入ってるんですよ、はいはい、でこれ見ると面白いのが1位にそして飛んで6位にその3人入ってるんですよ。俺渡辺直美だと思ってた。そう、この間までは渡辺直美が
1位だったんです、はいはい、あのフォロワー数、うん、日本人で。そこがもう逆転してつい最近この1、2、6位に食い込んできた TWICE、 侮れないですよ、そうするとさっきのグラフで見た20代にフォロワー数多いっていうのはこの辺に影響してくるのかなと。なるほど、みんな見てるからフォロワー数が多い。いや、1位から5位までで渡辺直美しか知らない、うん、実は私も渡辺直美しか知らなかったんですけど、これを調べて初めて TWICE を知るって。でこう開いてみると、うん、やっぱりアイドルの、まあ日常ね、オフショットね、うん、見れるからっていうのもあるんでしょうけど、うん、多分これファンはほぼほぼなんか女性が多いんじゃないかなという気がしてますね。私はファッションとか、うん、やっぱり持ってるバッグとか、うん、メイクとか服とか見たいからフォローしてるって人多いんじゃないですかね。自分でメディア持ってるわけですからね、うんうんうん、さあインスタグラムの特徴というと、まあ 写真に特化してますね、皆さんご存知の通りね、うん、はい、まあ、こういうインスタ映えみたいな言い方されること多かったよね、うんうんうん、はい、まあ、食べ物とかね、食べ物とかファッションとか、うん、で授業の中で、うん、まあ、写真の学校で教えてるので、うん、授業の中で扱うのはまあ、学生20代の学生にとって当たり前かもしれないんですけど、うん、まあ、私たちカメラマンをやってきた人からすると、うん、料理写真を真俯瞰で撮るとかなかったわけですよね、うん、そういうアングルが出てきたとか、あとこうちょっと白くてポヤンとした淡い印象の写真とかっていうのは、はい、うん、このインスタで出てくるまでそんなメインで使われることってなかったんだけど、こういうのが出てきたんだよっていうのを、まあ、当たり前だと思ってる20代にわざわざ解説するためにこうしたちょっと資料を見せたりするんですけども ね印刷にするとこうやって白く後ろからフレアがかかってるものってのは印刷しづらいから、うんうんうん、あまり良い結果にならないけども、うんうん、バックライトがある、うん、まあ、いわゆる携帯だとそれがすごくよく見えるっていうのはあるよね、うんうん、まあ、そういう特性すごく活かしてますよ ね、うん、すね、写真的な観点から言うとね。次の方もね、うん、これでこの間みんなで笑ったのが、うん、真ん中の写真で、はいはい、ケーキを持って海辺に行くっていうシーンは普段ないわけですよ、うん、ないですね、でもこれを日常の一部的に見せる、うん、これってなんだろうねって話で学生と盛り上がったんですけど、でもねそれがねおしゃれだっていうことがメインなんですよね、写真がね。これもそうですね。こちらはトラベルインフルエンサーと書いてますけども、はいはい、ほうきに乗って世界各国いろんなところを回っているという方で、日本人の方ですね、はい、面白いですよね。あ、すごいねこのね、こんな場所行ってみたいみたいな感じで。なるほどね、この傘のね、この、うんうん、デコレーションのやつは世界中で結構見ることができる、うん、これ意外と飯能市だったりするんです、埼玉県に。あ、そうなんだ。そうだから行こうと思ったら行けるような場所だけど、こうちょっと特別感のある撮り方をするっていう部分が特徴ですよね。これ自分で浮いたとこを撮ってもらってるのかね。どうなんでしょうね、セルフタイマーとか使ってるのかねちょっとね舞台裏気になりますけどね、はい、これ料理写真ですね、はい、確かに真俯瞰ですね、うん、俯瞰が多いですよね、全体を写すっていう、まあ、写真の料理の写真の場合少しねこの下目から撮るのが一時期流行ったんだけど、うんうんうん、またこれは真俯瞰っていう面白いアングルだね。料理写真も流行りってあるじゃないですか、うん、それもね今もやっぱりインスタから流行りって出てきてんのかなっていう感じはしますよね。多分ここから今度雑誌とかこう印刷媒体にも影響、うんもうすでにしてて、例えばもう、うん、多分カメラマンへの発注ってこういうインスタっぽい写真をお願いしますっていうのがあるんでしょうね、うん、さあこのコンピューターが普及したのは、うん、まあ、95年、うん、この Windows95 になるわけだけど、はい、通信の時代に入ってくるわけですよね。いやこの時に、まあ、自分も95の時、うん、初めてもしかして行列並びました。行列並ばなかったけどもねでその時買ってたのがもう今はないけども、うん、IBM のシンクタンク買ったんですか、一番最初のコンピューター、はい、でその後にこのボンダイブルーの iMac も買いました。あ、持ってたんですか。持ってましたね。私これ大学2年生で初めて買いました、うん、コンピューターというものを、まあ、まだまだ通信速度が非常に遅い 56kb ぐらいだったので、うん、
電話の線につないでましたね、夜中に。つないでっていうものだから、写真を送り合うっていうには全く不向きな時代ですね、うんうんうん、掲示板とか流行ってたぐらいですね。さあ、そしてプリクラマが登場することで写真に対する認識が劇的に変わる、うんうん、プリクラは当時撮りました？いや、自分たちでは撮らない誰かに誘われなかったんですか？そう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 。でこのシール文化もあって、うんうん、プリクラが日本で大ヒットする。そうですね、96年。でここで徐々にそこに加工が入ってるんだよね、プリクラにおける。そうですね。でこれは現在のその加工文化っていうかね、うんうんうん、写真を盛るっていう文化につながってくるわけだけど、今インスタでもこうフィルターがいっぱいあって、うん、肌をきれいに見せたりとかね、いろいろありますけどね。でまだまだでもこれは人と会って交換する時代ね、うん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 、でこれが通信になってきた時に、うん、今度は人と会わないで、うん、見知らぬ人との交換コミュニケーションっていうのになってくると、うんうん、これねすごい覚えてるんだけど2000年ですよね。これカメラ付き携帯の登場ですよ。もうね、あの画素数がえぐいですよね、うん、でこの11万画素、解像度 96×128 ドット、ファイルサイズ 4K でしょ。これ 4KB です。キロバイトですよ。でこれを買ったのが僕のアシスタントだったんですけど、ほう、あの送ってくれたんですよ、うん、スタジオで撮ったやつ、うん、でパソコンで開いたら中央に本当にちっちゃくしか映らなくて、うん、こんな感じ。それは何だっていう多分指の爪ぐらいですよね。指の爪ぐらいです。本当指の爪ぐらいにその20インチの 大画面に映るっていう感じだった。だからこれ意外とだからつい最近の話なんだよね、うんうんうん、でそれが2015年になってもうインフラとして当たり前になってくる。あんな高画質のものがで高画質になったの2015年以降だとすると、うんうん、まだまだ数年単位でしかないんです、ね、そうですね。10年経ってない。2000年から20、でもこれを私たちの記憶でこれと共に歩んでるじゃないですか、はい、これ学生に話すと2000年生まれてないんですよ。そうだよね。今の大学生生まれたぐらいか、うん、生まれるぐらいにあのカメラ付き携帯が出たっていうのをまあ、なんとなく知識としては知ってるんですけど、その時の喜びとかを話すとへーって話を聞いてくれるっていう。でこのね、写真をお互いに取り合って交換するっていう文化っていうのはつい最近、うんうんうん、これは90年代後半に0円プリントっていうのができて、うん、現像代500円を出すと、はい、プリント代は無料。あ、ありましたね、そんな時。でしかもその、うん、フィルムを出すと1本フィルムがもらえるってシステム、うん、実質ただみたいなもんで、それ500円払うと永遠とプリントが生まれる、うんうんうん、まあできるので、うんうん、女子高生がそれを使い始めたんです、うんうんうん、でそれの代表がヒロミックスだった、うんうん、おー、それ90年代後半ですね、96、7年ぐらいかな、うんうん、ヒロミックスが出たのは98とかそのぐらいだと思うんだけども、うんうんうん、コンパクトカメラでフィルムを入れて撮ってでその辺にある町の写真屋さんに現像を頼む。それがビッグミニっていうコニカのカメラだった、うん、でそれが初めてその日常っていうものを撮って交換し合う、うんうん、見せ合うっていう最初。それまでは日常撮ったものがなかったんですね。公になることはなかったんですね。フィルムで撮る、コストがかかる、うん、アルバムにする、うん、そのアルバムを人に見せないでしょ。見せないですね、プライベートですもんね。ところがそれが0円プリントになった、うんうんうん、手軽にプリントできたものをアルバム帳を作って、うんうん、みんなで見せ合 う、うん、交換したりする、交換したりするっていうのが90年代の後半、うんうん、そこにかぶってくるのが、まあ、携帯の文化であったり、うんうんうん、まあ、コンピューターで送り合うっていうことができるようになるっていうことで、うんうん、初めてここで写真を、まあ、送り合う文化ができた。交換するのももしかすると、うん、さっき言ったプリクラで交換するっていうのがあったんで、あれよりも大きい写真を交換できるからスナップが流行ったのかもしれないですね。そう、だからそこら辺は、まあ、テクノロジーと、うんうん、噛み合って文化が生まれてるので、うんうん、昔からあったわけじゃないっていう、うんうんうん、その日常を撮るっていう声も、うんうん、今何を撮ってますかって日常を撮ってますっていう人すごい多いんだけど、うん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 、写真好きな人でもね、それはね、ついこの間生まれた文化日常を撮るという流れは本当になかったんですよ。90年代後半から特別なものを撮るのが写真だったから、うんうんうん、
そういう意味で言うとコミュニケーションの仕方っていうか、ね、あり方っていうのも、うんうん、まあ、大きく変わっていくんですよね。そうですね。で、まあ、このスナップで言うと、まあ、これですよね。これ昭和平成にスナップ文化っていうのが生まれてくるんですけども、うん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 、俺昭和のね本当に後の方だよ昭和って長いですからね。長いからね、60年で言うと本当60年代後半に生まれた文化と言ってもいいかもしれない、うんうんうん、ほぼほぼ平成時代っていう感じですもんね。でこういったものっていうのは記念写真じゃない、うんうんうん、でこれは見せないじゃん。そうですね、家族で誕生日だから撮る、はい、東京に旅行に行ったから撮るみたいな、ね、で特別なもんだったんですよね、うんうんうん、でカメラも最初は大きくて重くて使いづらくて、うんうんうん、お父さんしか使えなかったものが、うん、まあ、この映るんですのような簡単に、うん、使い捨てのね、カメラが出てきてっていうのが、うんうん、やっぱり写真文化っていうのを広げるきっかけになってきたっていうことになるわけですよね、うんうん、カメラが軽くなると、うん、どんどん持ち運びができるから、うんうん、何でも撮りたくなる、撮ってみようという気になる。そうですよね、うん、でそれがまさに携帯電話も持ち歩いているから何でも撮ろうになってくるんですね、きっとね。さあここでね、写真今、うん、話をしたけど動画も今ここで入ってきてるわけじゃない、うんうんうん、で、例えばインスタグラムでも、うん、動画最近そうです ね、リールがすごく普及している中で、うんうん、写真学科として、うん、写真と動画の関係性ってどう考えてる。ああこれね、同じ質問をいただいたんですよ、うん、先日も。で、あの写真と動画の違いは何でしょうみたいな。これ明確な答えはないんですけども、私の今考えてる時点では情報量の多さがもう全然違うかなと思っていて、うん、まあ、それは SNS にアップする上での比較対象ですね。で動画の方がより情報多いじゃないですか。で写真に比べての話なんですけど、で、まあ、リールとかもこう繰り返し見ちゃうようなものの仕掛けがなっていて、うん、逆に写真って切り取れるから演出可能なんですよね、うん、なんかそれこそフィルターで白っぽくする、デザインっぽくする。で動画の方は動きがあって面白いものをより求めている、情報、例えば料理のリールだったり、うん、何かファッションで歩いているスカートが揺れるとかね、そういうのも動きがあるから見せれるものって、だからなんかこう使ってる人も住み分けしてるような感じありますよね。これよく聞くんだけど、こういう一眼レフのカメラに動画機能がついてる、うんうんうん、でワークショップとかそういうイベントなんかで、うん、これで動画を撮ったことある人いますかって聞くと、うん、ほぼいない。え、これあの動画を撮るカメラだと私は認識してましたが、撮らないんですか。撮ってる人を見たことがこれは写真機なんですね。意外とね、写真機としてみんな使ってる。でもそうなんです。メーカーは動画が撮れる、動画の性能がいいっていうことをプッシュするけど、うんうんうん、意外と動画で使ってる人いないっていカメラなんだ。で、ソニーがすごく面白い戦略を作ったのが、うんうんうん、今までコンパクトカメラって呼んでたものがどんどん売れなくなった時に、うんうん、Vlog 機っていう名前をつけた。ソニーから出ている小さいカメラですね。 ZV シリーズなんかは Vlog 機っていう名前をつけた瞬間に、うんうんうん、別の概念が生まれて爆発的にヒットする。ビデオも撮れるし上手だなと思ったけども、でもそれを買った人に聞くと、うん、動画をどういうふうにあのアップしたりしてるんですかって聞いても、うん、買ったけど、うん、動画は携帯で撮ってます。え結局動画を撮るカメラは携帯、動画を撮るカメラとして最も優れてるのは携帯みたいなVlog 使ってないんですか。 Vlog のカメラを何するのって言ったらやっぱり写真を撮ってます、うん、写真、高画質で写真を撮りたいっていうので、 Vlog 機は手軽で安くて、うんうんうん、あのエントリーしやすいのでそっちを買いましたっていう話をよく聞きますね、うんうんうん、じゃあ携帯でいいじゃんってなっちゃいます。ちょっと悲しいですけどね、まあ、動画の場合携帯で全然いい、うんうんうん、むしろ携帯の方が性能も画質も操作性もいいので、もう携帯の方にどん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 流れていく気がします、ね。iPhone なって10万円超えてるんですよ。25万円だよ。新しいやつのプロマックスを買おうと思って。買おうと思って値段調べたんです。値段調べて25万って書いて。コンピューターじゃないですか。コンピューターより高かった。通話できるコンピューター。あの MacBook の Air よりも高かった。え、25万。25万。まあ、分割して買えますからね。今ね。
でもカメラだと思ったら25万は高くないんですよ、うん、そうなんですよね。だから通信ができるカメラだと思って買う、うん、ということ、はい、買う理由ができました。本当そういうことになるかもしれないですね。うん、うん、はい、まあ、我が考える写真と動画のね、その違いっていうのは確かに本当に情報量が圧倒的に違うっていうのもあるんだけど、うんうんうん、あの写真美術館ね、今、うん、あの新進作家展なんかもやってるけど、うんうんうん、それを見る時の1枚を受容する長さが、うん、動画よりもやっぱ圧倒的に長い、こう細部までずっとこう見るっていうのは、うんうんうん、動画をこう見るっていう、うん、その体験よりも違った体験を得ることはできる、ね、そうですね。それで考えたらもう全く似てるけども別軸なんですよね。実はね、その動画写真がこう重なると動画になりますって言うけど、うん、全然別軸として存在するのでうん、うん、写真は写真としての存在力っていうのはまだまだ強く残るんじゃないかなと思ってますね、うんうん、そして写真は見る時のこう、うん、想像力、ストーリー、これってどうなんだろうとか、撮った時の背景ってなんだろうとか考える奥深さっていうのがあるんで、動画って割と答えを示されてるじゃないですか。写真はそこを示してこない部分がより楽しめるポイントかなというふうに、まあ、これはなかなか難しいことでもあるんですけども、うん、まあ、知るとまあ面白さはどんどん深まるっていうところはあるかもしれないですね、うんうん、そうですね、はい、ということで今日はですね、まあ、SNS と写真ということを、鈴木真由美先生に説明していただきました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。